はい、どうも、こんにちは。エラです。今回ですね、ラオスの、サワンナケートというところの観光地紹介をしたいと思います。そもそも、サワンナケートってどこだよっていう方いらっしゃると思うんですけれども、まあ、ラオスの第2、第3くらいの都市ですね。このね、東南アジア旅行する人でも、結構ラオスってスルーしがちだと思うんですけど、他の東南アジアの国と違って、ラオスはね、なんか、のんびりとした感じがあるんですよ。だからね、結構タイとかベトナムからラオスに来た人は、ああ、すごい静か、ここ天国だねっていう人めちゃくちゃいるんで、ぜひともラオス行っていただきたいなと。そういう中で僕のラオス布教活動の一つとして、ラオスのサワンナケート、あまり日本ではほとんど知られてないんですけど、ここにもね、まあ、いくつか観光地ありますんで、ちょっと紹介していこうかなと思います。どうぞ!まず一つ目はタートインハン。これはね、ラオスのサワンナケートのシンボルと呼ばれてるお寺です。すごくね、石造りのお寺で、なんかね、カンボジアのアンコールワットをちょっと思い出すような感じの、お寺なんですけれども、すごく特徴的なお寺ですね。すごいギラギラとした派手な装飾が特徴的な東南アジアのお寺とはちょっとまた一つ、垣根を越えたと言いますか、ちょっとタイプの違うお寺を楽しむことができますので、ぜひここ行ってみてください。はい、タートインハン。続いてですね、文化庫でございます。これはもうあまり知られてないです。でね、結構悪路なんで、まあ、車がないといけないですね、これね。サワンナゲートから確かに車がないといけないんですけど、水上に家がずらーって並んでるんですよ。この光景はなかなかすごいです。僕が行った時は、これね、ちょうど大雨があった後で、その雨季だったってしょっちゅうスコールがあるんですよ。スコールの後でもうすっごく水が濁ってたんですけど、これね、寒気とかに行ってすっごい透き通ってるかどうかわかんないですけど、綺麗な時に行ったらまたまた景色がすごく綺麗なんじゃないかな。こういった感じでですね、ラオスのサワンナケートの観光地を、2つお伝えしていきました。ぜひ皆さん行ってみてください。